先月、浜松市内の新東名高速道路を走っていた車から男性が転落して死亡した事故について、本人の同意がなく無理やり自立支援施設に移送されていた疑いがあるとして、市民グループが県警に対して捜査を求める要望をしました。今日、引きこもりの専門家やその家族会などの代表が県警本部を訪れ要望書を提出しました。要望書では、先月14日夜、浜松市内の新東名高速道路を走っていた乗用車から、兵庫県に住む30代の男性が窓から転落して後続車にはねられて死亡した事故について、県警にさらに詳しい捜査を求めています。死亡した男性は当時神奈川県の自立支援施設に向かう途中だったとみられており、代表者らは男性は引きこもり状態で施設の職員に無理やり自宅から連れ出され、車から脱走しようとした疑いがあると訴えています。車に同乗していた業者がきちっと捜査の対象になるべきではないかなと思いますし、実際これは衆議院の法制局の方では、こうした行為は逮捕監禁罪、犯罪行為に該当する可能性が高いという見解も出していますので、要望を受け県警は現時点ではコメントできることはありませんとしています。